はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。クレナチャンネルです。本日はね、私の投稿の様子からねお送りしているわけですけれども、なんだこの白いの、何これ、何この白いやつ、何これ、深い意味はないから、意味深なやつじゃないから、歯磨き粉からどうせ、なんでダウンベストに歯磨き粉ついてんねんって話なんだけど、まあ、気になってね、手で消そうとしますが、全然消えません。はい、歯磨き粉なんで、歯磨き粉なんで全然消えません。というわけで、今日もね、一元から頑張っていこうという話なんですけれども、まあね、授業を受けまして、駅前のね、コンビニにやってきました。こちらのセブンイレブンでね、ヒロアカの一番くじがやってるわけですよ。でね、平日毎日学校行くときは行きと帰りにね、毎回確認するわけですけど、販売から結構経ちましたが、まあ、ようやくこんな感じで育ってきております。まあ、こちらね、A 賞と C 賞残ってるんですけれども、まあ、デク狙いで3枚で紙引きしていきたいなと思います。こちらのヒロアカ一番くじブライトフューチャーのねレビュー動画、かなり再生数回っておりまして、皆さん本当にありがとうございます。今回の一番くじデクめちゃめちゃクオリティ高い、桐島英二郎ちゃんもめちゃめちゃクオリティ高いということで、これは3枚で紙引きして A 賞 C 賞3枚でぶち抜こうというわけで3枚引いてるわけですが、出ない、ザコ引き、紙残りでザコ引きすな。というわけで3枚で3体ぶち抜くというとんでもない紙引きをカメラで収めることはできず、これがクレナチャンネルでございます。いやー、紙引きしたかったけどね、久しぶりに。最近ね、一番くじの動画上がってないんだけど、本当はねネタは溜まってるんですよ。なんだけど最近ねちょっと学校が忙しいのもありつつね、ちょっと困ってました。はい、 A 賞出ましたね、よかったですね。まあなんか出るでしょうって感じですよね。まあ確率的にも高いんで、まあここで桐島ちゃん出しちゃってくださいな。ここ直近だとね、ドラゴンボールの一番くじも引いてね、悟空とブルマねちゃんとぶち当てたんですけど、そちらの動画もね編集したいんだけど、学校が忙しいんだよ。まあね、編集ねいろいろ頑張ってますけど、それにしても学校バイト忙しいだから、ね、編集終わらんというわけで、桐島ちゃん出ましたね。紙引きとかじゃないね、ただ紙残りで引いてるだけって感じやね。もうこれで桐島ちゃん出して終わりにしちゃいましょう。まあ、結局ね3枚で2枚引きとか3枚で3体引きができず、もう普通に高確率で引いております。はい、もうここからはもう消化試合ですかね。はい、やっぱ紙引きはできずとも、最後の最後まで諦めずに毎日通い続けて粘りがった、毎日学校に通って粘りがった、粘って最後の最後に紙残りに出会えた、そしてね大好きなヒロアカのフィギュアをねこうやって持ち帰ることができる、そういう幸せをかみしめながら大きな袋を持って恥ずかしい気持ちも抑えつつ家に帰るわけでございます。やっぱ一番くじって最高やね。